希望は絶望はたった二人だけの言葉で教えてよ。確かにここにあったのにな。大丈夫になるのが怖い、平気になるのが怖い。傷ついたままでいたい、傷つけられたままでいたい。忘れてしまう声本当は分かっているんでしょう。耳を